玉いないの気づいた？いないの気づいた。実はですね、こんなものを預かっておりまして、明けましてお明太子。正月といえば元旦暴走、あとはクソ KB48 でよろしく。ということで今日は私たちだけで AKB 新年会をやっちゃいます。新年明けましておめでとうございます。実はですね、はいはい、あいつらがやってるのは裏企画でございまして、うん、今日のメインはこちらでございます。アイドル番組らしくダラダラと新春を祝うというゆるい企画を楽しむ AKB メンバーに様々なドッキリを仕掛けちゃいます。そこでドッキリにかかったメンバーは何て言うのか、モニターで監視しているバッドボーイズたちが予想するというドッキリクイズ企画なんです。ドッキリを仕掛けていくんですか。あの今 MC をやってる大島麻衣はですね、はい、実は我々とグルでございます。あ、そうなんだ、はい、仕掛け人の大島には指令が聞けるイヤホンが。早速佐田から指令。大島聞こえますか。もし聞こえてるなら、右手の方を上げてください。後ろの方とかもちょっとアピールして、うん、どうその辺はさりげなくね、こうカメラに向かってちょっと変顔してもらっていいですか。じゃあ新年一発目ということで。いいねいいね。見てくださいこの温度差。俺のメンバー聞いてる。それでは、まず始めましょう。こちらでございます。無茶ぶりカンペ。まず最初のターゲットは AKB お笑い担当野呂佳代。野呂へのドッキリは台本に沿って新春トークで盛り上がっている中、トークテーマと全く関係のない牛でダジャレをといきなりむちゃくちゃなカンペで指令。果たしてカンペを見た野呂は何というのかというのが問題。じゃあ篠田さんから、はい、見ていきましょうか。野呂ちゃんとは2年目ですから、出会ってからだいぶギャグは分かってきました。あ、なるほど。野呂さんが牛だけに、はい、うしし、あーあるこれある。じゃあ清人、僕ね、あのね、ちょっとね、大島前に嫉妬してると思うんですよ。やっぱ前に出たがりなんで。どうやって前に出たの。言ったら谷内くんでも、あのマイッチングマチコ先生とか、うん、本当はやりたい、うん、これです、うん、マイッチンギュー面白い。面白いって評価するなんか言わんから。ちなみに前田の答えは2009年もよろしくね。スタジオでは嘘企画のスタンバイ中。その頃ターゲットの野呂は、うしし出るかもね。ありえそう。かよちゃん、かよちゃん、あんなオフオフ、かよちゃん新年早々ちょっとオフの顔とオンの顔とね、切り替えもね見れてちょっと面白いね。笑顔になるんかなこれ。それでは嘘企画スタート。うわ最悪こいつ。うわ新しい年の幕開けです。ということでですね、2009年の抱負を語っていただきたいと思います。まずトップバッターといえばやっぱり秋元才加さん。お秋元がとりあえずやりまして、うん、でいきなりちょっと完璧でもあれなんで、はい、そうです。2009年どんな年にしたいの。2009年はやっぱりもっともっと活動の場を広げていきたいな。なんか AKB48 この AKBINGO ももっともっとたくさんの人に見ていただきたいなと思うし、うんうん、やっぱり初心の気持ちをまた原点に戻って。あ真面目真面目。みんなのテンション上げてさやか。温度差温度差喋っ、ね、ないと声出ないから。じゃあここで聞いておきましょう。野呂さん来ましたよ。皆さんいいですか。来ました来ました突然出た無茶振りカンペ、果たして何というのか。まず2008年はどんな年だったかよちゃん的に。2008年やべえって顔してる。テンパってますね今ね。テンパってますね、うん、自分が、うん、ちょっと伸び伸びやりすぎたなっていう気配りができなかった。テンパってますね、うん、さあなんて答える。多分2009年につなげるにはもうちょっと気をギュッと引き締めて。おギュッと。全員正解。いやすごい。でも野呂ちゃんすごいよく答えるね。さあ皆さんいきますよ、はい、続いてのドッキリはこちらでございます。まずくて気まずいおせち。続いてのターゲットは真面目な秋元才加。 AKB の大ファンという老舗料理長の娘が頑張って作りましたという設定のおせちが登場。
もちろん2人は偽物の親子。そして美味しいおせちの中にある伊達巻だけが大量の塩を混ぜているため激まず。果たして AKB 一情に熱い秋元は何というのか。ちなみにどれほどまずいのか試食。前田パクっていこう。え、超しょっぱ。アイドルが入ったよ。めっちゃしょっぱい。うわ、これ海水以上やんこれ、ね、なんか汗だくの関脇が作ったみたいな。それ汗だくの関脇。みんなの回答はこちら。篠田と前田は激まずでも美味しいと予想。果たして嘘企画の準備が整ったところで、さあドッキリスタート。さあそれではおせちに登場していただきましょう。どうぞ。今回いただくのはですね、老舗おせち料理の名店宗王銀座店の人気メニューでございます。実はですね、この日のためにですね、 AKB の大ファンだという宗王の料理長の娘さんのみなみちゃんが私たちのために一生懸命作って。さあ秋元笑顔でね、優しいお姉さんですよ今は。お母さんみたいな顔してる。 AKB が大好きということで。はい、大好きです。実は AKB のことは普通みたいですよ。はい、はい、もうおせち作りは大変だった。はい、2週間ぐらいお父さんと一緒に練習して一生懸命作ってくれたんですね、はい、じゃあそのおせちを食べたいさ。うわ、秋元両手あげちゃった。両手あげちゃいましたね。ここはみんなで食べてたらすぐなくなっちゃうので、味わって食べるためにも大島が独断と偏見で5人選ばせていただきます。伊達巻き以外は美味しいですからね。はい、だから秋元しか気づきませんから。ああ、そういうことか。みんな普通に美味しい、みんな普通に美味しいです。じゃあみなみちゃん、みんなのために作ってきたおせち料理をぜひオープンしてください。2段だからね。まずは美味しいおせちから試食。数の子。あ、数の子。ありがとうございます。上手な演技ですね。うまいですね。騙されちゃう。じゃあいただきます。数の子も作れるんです。美味しい。めっちゃうまい。味とかちょうどいい。いい味しいね。いいね。そしてここで重大な情報がありまして、みなみちゃんはですね、次に食べていただく秋元さやかちゃんの大ファンなんて。あ、これは盛り上がるよ。もうさやかのどんなとこが好きか言ってあげても。は、あのクールでかっこいいとこにすごい憧れてます。ごめんね、こんなんでな、怖くない、大丈夫。今マックスですよ。最高のコメントで返してやろうっていう気持ちに今なってますから。でもそんな大好きなさやかちゃんには何を食べてもらいたいですか。はい、私が一番時間をかけて頑張って作った伊達巻きを。出ました、激まず伊達巻き。とてもまずいとは言えない空気の中、秋元のリアクションは。大きいけどね、さやかは一口でいくような豪快な子ですから。あー、全部いけ。バイバイ。まとまりするね、大島。よしよしよし、いけ。いった、いった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 。うわ、ちょっとおかしいことに気がつきました、異変に。大きすぎたね、ちょっと。ちょっと待って、大丈夫。おいしい。すごいすごいね。飲み込みましたよ、丸飲み。ゴクって言いましたよ。フリキントンしか食べたことなかったから。本当に伊達巻き食べると、ありがとう、美味しい。本当ありがとうございます。よかったね。大島、美味しいならもう一個行きましょうかって言って。じゃあもうぜひぜひ、あと4個もありますから。あと4個も4個？きつい。伊達巻きを4キロ。みなみちゃんは何個食べてもらいたい。さっき詰まったって言ってたので。いやもう全然、もうみなみちゃんのためなら本当全部食べる。
かっこいいじゃん。恥ずかしい。2個ぐらいにしたか。2個。うん、2個ぐらい。はい、2個。優しいから。大島何言ってんだっつって。全然食べます、本当に。はい、味わいながら2切れじゃ言ってもらいましょうか。はい。味わいながらですよ。これはきついですよ。すごい弾力とかすごくいいの？うん。あ、そうなんだ。すごいね。美味しい。え、さやか、それはどんな感じに美味しい？甘いとか。ちょっとしょっぱいかな。ちょっと意思表示した。うん。うわ、すごいな。縦巻き卵作るときに何注意して作ったの？は、一番は、うん、その焼き具合がすごく難しいな。うん、いや、その前に塩加減やろ。塩加減。間違いないですよ、ね。それでも。いいお母さんになるよ。嘘の笑顔です。どのぐらいかかるんですか、これ冷まして。あ、お父さんがコメントした。あ、そうですね、半日以上は行きましたね。うわ、涙が乗ってる。泣いてません。美味しいよって言ったんで、2人正解。俺もちょっと泣いとって。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてのドッキリはこちら。お、携帯が水没しちゃったら。変なのですよこれ。続いてのターゲットは AKB 最年長の大堀めぐみ。実は AKB ナンバーワンメール王を決めたいという嘘企画とも知らずに、メンバーたちは張り切って年賀写真付きメールを作成。そしてその中から大堀がメール王に選ばれ、王座の台に携帯電話が飾られる。しかし突然アラームが鳴り出し、バイブ機能の振動でご褒美の鍋の中へ真っ逆さま。さあ、この悲劇に大堀は何というのかが問題。これあのなんか、ちなみに大堀はなんか自分でなんかこうデコレーション的なものをしてすごい時間かかっている携帯らしいんですけども、すぐこうポイントとか、あの携帯ですね。うわー、かわいそう。あの携帯を水没させちゃいます。わー。それではじゃあ篠原さんからどうぞ。いやー、まあまあ、ね、まあまあそうなればね。そして、はい、前田、私も叫ぶと思います。叫ぶ、はい、なんで叫ぶ、うん、バカ野郎とかそこら辺言うと思います。バカ野郎、バカ野郎何してくれんだよ。バカ言いそう。じゃあ最後気をつく、はい、滑り台で一回 V サインに成功してますから、はい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 、します。一回 V サインもう一回やると思うんです。でできるわけないでしょ。乗りツッコミ、乗りツッコミ、はい、できるかな。パニックになりそうだな。3人の回答はご覧の通り。果たしてパニックになった大堀は何というのか。それではですね、そんな、嘘企画のために、作ってきてくれたみんなのですね、その写真メールを見たいと思っております、はい、さあ嘘企画の準備ができたところで、早速ドッキリスタート。3、2。さあ続いては AKB 年賀写真付きメールを決定戦。せっかくなのでみんなのメールをチェック。おい、これはいつ撮ったの？これはですね、うん、先日 の、 あの NHK ホールのコンサートの時に、うん、はいはいはい。じゃあ次トモミちゃんは、はい、じゃん、あらー、かわいい、かわいい。何持ってんの？トモミ何持ってんの？これ唐揚げ持ってます。続いて大堀さん。私はね、あ、来ましたね、じゃん。あ、なるほど。あ、この間のイベントのやつですね。いろんなところにキャンペーンに行かせていただいたんですよ、うん、はいはいはい。その時の一番最初の日に、うん、やってやるぞっていうこの V サインで、うん、あ、言いましたね、 V サイン、 V サイン出ましたね。あ、これいいですね。どれぐらいかかる。その後もみんなのメールを一通り見たところで、いよいよ大堀の携帯電話を水没させちゃいます。すごい可愛い感じですけれども、早速ですね、ナンバーワン年賀写真メール王を発表します。あら、着物で花吹いてますから、ね、気抜いてますからね、今気抜いてますよ、今メイタンです。え、私この後大堀の携帯電話が水没。水没しました。そう、この後ありがとう、地獄に落ちますからね、彼女は。ねえ、かわいそう。こちら、ネガメールをですね、番組が終わるまで、こちらの特別に作りました。なんか滑り台になってる、あそこ。ここにですね、ウィナーって書いてありますので。
なぜかあれが滑り台になってるとはまあね、まあ、思わない、思わないでしょ。はい、わあ素敵、こちらの方に飾らせていただきたいと思います。でなぜかあの滑り台の下に、鍋が来ますんでね、そこへドボンですね、アラームが鳴りまして、ちょっと携帯のインサートいただきます。大堀の携帯画面を撮影するといい、アラーム機能を設定。この後大堀の携帯が鍋の中にダイブ。それでは名探、お待たせいたしました、こちらがご褒美の最高級お鍋です。残り30秒、30秒ですよ、携帯ごちるまで30秒でございます。もうね、たくさんの方に AK ビンゴ見てもらいたいし、こうどんどんね、こう各地方にこうね放送されれば、今は中京エリアだよね、そういけばこういいかなっていう。そしてね、個人的にもね、メシベでね、15秒前です。いいわよ、言っちゃって、どどんと2枚目行きたいのよ。おっ、2枚目行きたいね、思い出全部消えますけどね。ああ、さあ行きましょう。3、4秒前、3秒前、2、1、アラームスタート。鳴った、来た来た、アラームが鳴りました。アラームが鳴り出して、誰か笑ってる。大丈夫か、誰から誰から、水没しました。さあ、水没しました。誰から水没しました。さあ、え、飛んなくていいの。水没しました。携帯電話が水没しましたね。飛んだって。ほら動かない。さあ、なんて言うんだ。あたたつ。え、これ私の携帯よ。え、本物だよね。これ私の携帯よ。あれだ。おいおい。え、画面がこれ茶色になってるんだけど。茶色って何？さあ行きましょう。行きましょう行きましょう。ということでネタバラシスタジオに移動。春菊がくっついてんだよライストーンに。これやったばっかなんだよ。あー、いや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 。状況を把握できず呆然のメンバーたち。あー、やめたやめた。さあ、ということで答え合わせの方しましょう。しゅうさんは、いやー何してんのよと叫ぶ、で前田は、はい、私はバカ野郎何してくれてんだよと叫ぶ、京都は、V サインしてできるわけないでしょう、ノリツッコミ、はいはい、なるほど、ということで3人とも不正解、はい、お年玉ゲットならず。残念でございました。ノリツッコミしろしろよお前、ノリツッコミ。何してたんですか。今日はあの一部始終僕らのずっと下であの皆さんの様子を伺ったんですけど、一番最初からずっとよ。大堀ちょっと一回後で処理するから、大堀のはちょっと待って。今日我々ドッキリを仕掛けて、それを観察してどういうリアクションをするか下で、モニタリングしてました。秋元、縦巻きうまかった。しょっぱかったよ。この二人はですね、エキストラで、親子でも何でもありません。店も嘘ってことですか。嘘嘘嘘、反対側と大嘘。しかも、はい、秋元のファンと言ってましたけども、はい、なんとも思っておりません、はい、だってさ、はい、塩がね、うん、尋常じゃないわけよ。いや、そりゃそうです。そうです。大堀の携帯なんですけども、はい、本物の携帯です、うん、俺らは何も悪くないよ。マネージャーである金さんが、あ、全然ですよ、大堀の携帯全然なしじゃないんですよ、顔って言ったから、こっちはやっただけで許可を出したのは金さんやもん。金さんでいいんすよね、俺の携帯。マジでふざけんなよ本当に。さあ、ということでね、はい、正月らしいドッキリ企画でお送りしました AK ビンゴ、今年もよろしくお願いします。ワンチャンシンポー。AKB48 が送る、卒業シーズンにぴったりなイメージソングになっています。よろしくお願いします。ここで
番組から視聴者の皆様に耳寄り情報、メンバーたちが自分で作った年賀メールが日テレモバイルより配信決定。詳しくは番組ホームページまで。今週は先日 JCB ホールで開催されたコンサートから大声ダイヤモンドをお届けします。宮崎なんですよ。